デネモは主に GNU リリパンド用のグラフィカルユーザーインターフェースを実現する楽譜作成用フリーソフトウェアである GTK プラス2.0を使い Linux、Windows と MacOS 上で動作する。デネモは出版用の寄付を容易にし楽譜作成ソフトウェア GNU リリパンドでの食事用の記法を素早く実現する。楽譜は PC のキーボードでタイプするか ミ i ポートから入力するか、サウンドカードにマイクロフォンを接続して演奏することで記録できる。デネモは効率的に寄付し編集できる形で楽譜を表示するだけである。デネモ自体が楽譜を制覇するわけではなく、リリパンドの GUI だと言える。また、ユーザー学数運動を通して音を直接出力できる再生ユーティリティも持つ。内部サンプラを使用して演奏するかに、ジャック、 ミディクライアントとして振る舞うことも可能である。教育目的の用法として、音を鳴らしての音階テストを行うことができる。デネモは、楽譜の全体、または一部をなどのファイル形式で出力することができる。デネモはキーボード中心主義的に設計され、すべての寄付機能をキーボードショートカットを通じて使用できるようになっている。これは、コンピュータミュージックの寄付はキーボードのみを使用した方が、 キーボードとマウスを併用するよりも素早く行うことができるという設計哲学から来ている。ただし、すべての操作はマウスでも行うことができ、キーボードショートカットは機能を呼び出すメニューアイテムを用いることで定義できる。ありがとうございます。